早く。もう、待って待って、早く早く。十待ってよ。91。正解。あっし。もう始まっちゃったじゃん、ちょっと。始まっちゃったじゃん。時間かかったね。いやもう算数でつまずいた人間だから急にさ始まる20秒前ぐらいになんだっけ、13×7。もう振らないでよ、びっくりするからもう。しかも出すの遅かったし。出ないんだって。ということで始まりました金曜ニコラジでございます。今日もよろしくお願いします。喋ります、百花竜蘭と申します。お願いいたします。簡単、いや簡単じゃねえよ。いや簡単、ね、じゃあ本日のアシスタントこの男です。ドン、はい、量です。お願いします。 6×13 は200ぐらい。ありがとうございます。量です。頑張ります。いいんです、計算できなくても世の中には電卓っていう便利なものがあるんです。そうだよね、携帯にも今時ついてるんだよ。そうだよ、なんでなまった一瞬。はい、そんな計算できないね、2人と、うん、そして本日はアシスタントもおりますこの男。いや、俺だよ。おえー。魔王感あるか、今日黒いし。相変わらずイケメンすな。また今日も黒いな、ね、しまったな。オープニング あのテレビちゃんは何だったの。すげえムキムキだったけど、あれも魔王感あったし、うん、特に理由はな。そんな気分なのかな。そういう気分なのかな。特に理由はなかった。特に理由はない、はい、特に理由なくムキムキの男をかけ始めるね。お話でございます。よろしくお願いいたします。しますさあ最近ね、うん、久々だと思うけど、なんか金曜日や、はい、なんか変わったことあった。変わったことですか。最近というか、まあ、うん、今日でもいいし、昨日でもいいし。もう完全に今日さっきですね、ポコタさんのところから動画が上がったんですよ。宣伝じゃねえか、開幕。そうなの。そうそう、いいよ。何の上がったばっかり。あの、うん、ポコタさんの新曲のワンちゃん僕の女神様っていうやつのニコニコ動画用に、うん、あのアルスマグナと、うん、まあ、僕所属してライズっていうチームのが一緒に参加させてもらって、うん、まあ MV というか、まあそのまあね、踊ったりとかね、あの入ってるんですけど、それね、今リンク出たと思うんですけど、皆さん見てみてください。あ、上これ。そう、あ、もうね、あの池袋の皆さん、すみません、お手元のスマホからニコニコ動画ニコラジで検索して、そこからリンク飛んでいただけると嬉しいなと思いますけど。面倒くせえ。いつもなんですよ。何が。いつもポコタさんのやつね、それ誘われた時って、うん、あの全身タイツ着るんですよ。本当に。あ、好きなの、りょうくん。じゃ、好きとかじゃないの。りょうくん、どっちに向かってる。それが当たり前みたいになってきた、あっちも。はい、あ、今日着るっしょみたいな。ちょっとよりパツパツのやつ用意したからみたいな。そう、なんか、うん。なんか色違いみたいな、なんかノリで持ってくる来られるから。今回何色なの。今回僕青です。青なんだ、はい、全身タイツで。全身タイツで、何なのかなって思って、うん、そのうち色んなとこ穴開き始めるんじゃない。開き始めるんじゃないかな。パツパツなのにここは、あ、今度この辺穴開いてんだ。どんどん真ん中攻めてきてるけど大丈夫か。使用感って言ったら相当ありますから ね3回目ですから。今回のね、ポコタンの曲もだいぶ攻めてるからね、これね。攻めてるんですよ。うん、そう、ポコタンといえばね、ちょっと聞いてくれる、はいはい、昨日ね、ポコタンがね、広島でリリースイベントをやったらしいんだけど、うん、ほう、広島でね、握手会とか、その CD 買ってくれた人にね、はい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 、そのサインとかしてあげるみたいな、そういうイベントやったらしいんだけど、うん、そこにね、うちの母親が参加したらしいんだ。おー、うん、なんかね、突然、ちょっと今電話出れるって電話かかってきて、どうしたのって聞いたら、あのね、今日広島にポコタさん来るから今からイベント行ってくるって、すげえテンションの高い母親からの電話がかかってきて。お母さんポコチューってことね。うん。うわ、なんかな、複雑ね。複雑。いや、もうポコタさんすごいいい人だったって、握手もハイタッチもしてもらっちゃった。もう1700円の CD 買って、握手券も買って、もういや、いい人、すごいいい人って LINE がもうガンガン来て、もうちょっとりょうくんにだけ見せるけどさ、あのね、どうすりゃいいんだよ、こんな写真も撮ってんの、うちの親。なんでだよ。気になるわ。距離近いし、なんでお母さん普通になんか喜んでる顔してんだよ。もうほんとね、うちの親がね、ポコタンのね、イベントではしゃぎまくっちゃったみたいで、ほんとポコタンにはご迷惑をおかけしましたけど、ほんと対応ありがとうございます。ねえ、いろいろしてあげたらええのにね。こんな感じはさ、こんな感じの写真ニコニコしてたで、ね、なかなか見せるわけにはいけないんですけどもね、お母さんだから。はい、ということでございまして、今日もですね、はい、もう開幕早々いろんな話があるんですが、うん、今日はいろんなものがギュギュッと詰まってるんです。そうなの。なので早速タイトルゴールいきたいと思います。こちら、早っ。今夜はバンドワッチからボーカルギターの橋口洋平さんが生登場。さらにアコギ弾き語りで生歌披露もある。そしてカメレオン動画も届いてる。金曜ニコラジスタート。
今日もですね、もう池袋のスタジオの周りたくさんの方々集まっていただいて、はい、本当ありがとうございます。きっとね、ゲストの方がね、見たいと思って集まってる方ばかりだと思いますけどね、うん、すいません、先にお知らせがぶっ込まれます。はい、ということで、この方にまず入場していただきましょう。お、どうぞ。すごいバタバタしてる、大丈夫ですか。いらっしゃい、猫ちゃん。猫ちゃん久しぶり。お久しぶりです。あ、もう座って座って、もう黒いよ。池袋の P-パルコ B2 階のこちらニコニコ本社では、ニコ袋夏フェスタ2015と題しまして、いろんなイベントを企画中です、うん、ということで、そちらのお知らせをね、聞かせていただきたいということで登場していただきました。まずはじゃあ自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。猫ちゃんです。はい、猫ちゃんです。なんで2回言ったの。ちょっと大事なことなんで2回言っとこうか。黒い猫ちゃんです。黒い猫ちゃんです。はい、25日もうちょっと黒くなってきます。まだ黒くなるのかよ。自分でやってるんだね。はい、本社で働かせていただいている猫ちゃんといます。お願いします。猫ちゃん、よろしくお願いします。そして隣によるね、こちらの可愛らしいお方は誰でしょう。はい、コラボカフェ担当の福田です。お願いします。福田さん、よろしくお願いいたします。福田です。福田さん、今回は一体何のお知らせをしていただけるんでしょうか。今回は昨日から始まりました、うん、リジェットとのコラボカフェの宣伝に参りました。じゃあこう詳細が、ね、あるみたいなんで、りょうくん、はい、一回聞かせてもらってよろしいか。毎回いろいろなコラボを展開中のニコカフェなんですが、今回はディアボリックラバーズ、マージナルナンバー4など数々の女性向けヒットコンテンツを生み出してきたリジェットさんとコラボしております。世界観をそのままにスイーツからドリンクまで様々なメニューを展開中でございます。9月30日までの期間限定ですので、ぜひお越しくださいということですね。へー、イケメン。もう本当にニコニコ本社はイケメンとコラボすることが多いですからね。最近多いですね。なんかやたらなんか攻めてきてる感じですよね。そっちの戦戦えないから、ちょっと黒さで勝負しに行ってないですよ。猫ちゃん、ね、ぜひ黒さにみんな引き戦えないもう白服を着るから際立ちすぎなんだよ、それまた。歯も白いしな。そうなんないんですけど、いやもうまだまだ白いんで。はい、いやいや、だ、君が白かったら世の中誰が黒いんだろう。じゃあということでね、はい、今回メニューもあるということなんですけど、どんなメニューがあるんでしょうか。はい、メニューの方が、はい、今日お持ちもしてるんですけども、こちらカメラがあるんで見せていただいてもよろしいか。はい、すみません、こちら、あ、うまそう。マージナルナンバー4 の、 あのスタークラスターっていう、めちゃめちゃ美味しそう。とこちらドリンクが、そちらのアトム君の、はい、はい、ほ、はい、アイドルのアトム君をイメージしたドリンクです。いや、これはもうスイーツ感満載ですわ。美味しそう、これ、食べていいんですか、これ。そうですね、もうぜひ。もう露骨入れますか。そうですね。他にはメニューないんですか。他には、そちらにもメニュー表ありますけど、あ、こちら出ました。あ、出ましたね。はい、こちらドリンクが前半のメニューがこちらになってまして、結構ありますね。そうなんです、前半のドリンクと後半のスイーツメニューもございます。今回40日間やるので前後半でメニューが変わるようになってます。あ、じゃあ一度来てまた楽しむこともできますね。そうなんです、2回3回今出てるのが前半のメニューになってます。なるほど。この次に後半のドリンクでさらにまた種類増えて、はい、結構多いですね。技術さんキャラクターがたくさんいるので、みんなのドリンク出してあげたいということで、僕おすすめ一番左上のやつ美味しいと思いますよ。似てる方おすすめです、皆さん。メッシュの入って似てる方、シャイ君、すでにシャイ君、僕も坂巻かなと君のコスプレしたんですよね。え、そうなんですか。そうなんですよ。だからディアボリクラバーズ好きでちょっと行きたいなと思って、ぜひ。その後営業を挟み込んできた、行きたいなと思って。あ、これも美味しそう。こっちが今度後半メニューのスイーツメニューになってます。え、うまそう、普通に。ね、今回全部スイーツとドリンクっていう風になってます。はい、これ左下のすげえ涼しそうですね、なんか。それちょっと海をテーマな感じで。これ何なんですかね、これ。青いやつは青いゼリーと生クリームのパフェ。はぁ、この組み合わせ今までなかった気がする。そうなんです。いろいろあるんですね。はい、そして改めて先ほどこれを持ってきてもらったもの、はい、なるほど。美味しそうな。ちょ、これ食べていいですか。そうなの、マジで。本当に。ルコちゃん本当可愛らしいですよ。じゃちょっとかな、ね、一つしかないからね、ちょっと食べる人間も限られてしまうんですけど、誰だったら食べる。りょうくんで。はい、ありがとうございます。そこ早い。いや、もう食べてもらう方によってもうほんま売り上げ変わってくるよ。りょうくんぜひ。覚えてろよ。今食べていいんですか、これ。りょうくん、はい、これね。いいんですね。フォークとかスプーン、はい、星型、はい、星型になってる。かわいい。かわいいやつ。ね、りょうくんもね、星ついてるからね、そうそうそう、名前に。星ついてるから、うん。
はい、というわけでいただきたいと思います。これは普通にアイスか。そうです、アイスです。アイスと一緒に食べたらいいのかな。じゃあいいね。まあ、りょうくん、うわ、めっちゃうまそう。スイーツ似合うな。いただきます。え、いいの？はい、ゆうゆう。うん、どう？まさに？まるで？まるで？これ、おいしい！え、な、これなんか、蜂蜜？ちょっと！ほら！ほら！マグロ！マグロ！ほら！なんで取んの？マコマコして。うーん！まさに！まるで？まるで？まるで？バナナとクリームとクレームの絵が、絵が、これ本当にうまい。キャラメルソース使ってます。はい、はい、めっちゃ食べやすいですね、これ。なんかすげえしつこい甘さとかでもないし、ねえ、ガンガンいけちゃう。しかも下のクレープ生地と一緒にこう巻いて食べると、むっちゃ美味しい。ねえ、これまだないっすか？クレープはないんですけど、意外とネコちゃん炙り部には弱いって。こちらドリンクの方があるんで。お、これは誰に飲んでいただきたいんですか？俺は。これはりょうくんで。そこも早いな。じゃありょうくんにね、はい、パスしましょう。よく混ぜて、はい、よく混ぜればいいですね。混ぜるのが、あ、でもなんかストローが大きい。まずなんか入ってるんですね、はい、カラーのタピオカが。タピオカ、はい。じゃあ混ぜます。タピオカとか女子好きそう。何味なのかな、うん、いちごっぽい。いただきます。いや、そんな安易にいちごかな。どうかな。どうなのかな。ピンクだからっていちごは考えが甘いじゃないのか。どうかな。うるせえ。いただきます。どうかな、どうかな。うん、これカルピスですね。カルピス。そんな、そんなわけないだろう。ちょっとこれ、ちょっとなんか、おお、あ、カルピスみたいな。なんか、あの、飲んだことないカルピスね。なんかめっちゃ美味しい。ベリーっぽい。そう、何が入ってるか、猫ちゃんから、はい、何が入ってるんですか？これはザクロのシロップ。ザクロ。あー、それか。はい、これでその酸味だ。なるほど。これ夏いいですね。うん、元気でしょ。この甘いやつと、このなんかちょっと酸っぱさのあるやつ、いい。なるほどね、両方甘いもので攻めてくるんじゃなくて、ちょっと違うひねったところを攻めてくる。そうそうそう。いや、猫ちゃん分かってんな。そうなんですね、もう僕がもう分かりきっちゃってるんで。さあ、他にもいろんなメニューがあるということなので、はいはいはい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいんですけど、うん、なんかここでお得な情報があるということで、ちょっとこれお伺いしてもよろしいですか？そうです、この今のコラボメニューのスイーツを頼むと、はい、こちらのオリジナルペーパーランチョンマットがついてきます。出たー。ランチョンマットって引いて使うやつですよね。引いて使うやつですけど、引けない、そんな綺麗なの。引けないよね。これが全部で13種類あって、あ、結構ありますね。前半で7つ、後半で6つ、またこちらも前後半で変わるので、うん、2回来てほしいな。はい。それ手に入れるにはもう結構選べたりするんですか？ランダムでもらえるんですか？ランダムですね。さすがもう分かってますね、これは。ランダムですね。で、さらに飲み物を頼むと、はい、まためっちゃ可愛い、それ可愛、はい、いコースターが、おー、はい、ついてきます。本当ちょっとこれよく見せてもらっていいですか、カメラに。これ、はい、猫ちゃんは猫ちゃんはいるのかいらないか分かんない感じになってる。ちょっと色合いがきつすぎて。これが全部で22種類わあります。本当いっぱいあるんですね。キャラクターがやっぱりいっぱいいるので全部出してあげているような。これ集めるのは、集めた人はもう勇者ですね。勇者だね、間違いなく。さらに、うん、魔を倒すじゃん。はい、パルコさんの中にディジェットショップっていうショップがあるので、そこでお買い物してきてくれて、さらにカフェに来てくれた人には4種類のランダムのペーパーランチョもっとまたあげちゃう。おお、だから引けないって、そんな綺麗なの。引かないでしょ。ランチョマットできない、綺麗すぎて。それはあげちゃいますね。え、いや、これぜひ欲しい方、ぜひぜひこちら来ていただいて、うん、ね、もういろんなもうランチョマット、そしてメニューコンプリートしてみてください。はい、まだまだまだいいんですか？ちょっとそんなに出してもらって。ランチョマットが引けない、引けないからこれに入れてほしくて。あるのね、そういうのが。もともと引かねえだろうなっていう思わないですか？これ入れてほ
しくて中が透けてるようになってるのでしまって、スケスケじゃないですか、イケメンたちが。ちょっとキャラクターに囲まれてしまって、超可愛いそれ、欲しいなっていう、ね、それに入れて弾いてってことですか。弾けない、それも綺麗だから弾けない、もうそうなんです、それ、ね、こんなものも用意してます。ぜひね、もう弾ける強者がいたら、もう我こそはって、ね、手に入れて弾いてみてください、はい、さあ、そして他にもなんかやることが満載ということで、うん、なんかイベントもあったりするんですか。イベント、明日キャンペーンとかイベントとか、明日なんですけども、はい、8月22日になんと謎解きをやろうと思ってます、うん、おー、はい、謎解き。アイドルたちが池袋の街でいろんなスポットに謎が隠されていて、うん、そこ解いて、で先着で謎解いた方にはオリジナルの缶バッジをあげちゃうよっていうのを、はい、明日限定でやりますので、はい、12時から受付終了8時まで長くやってるので、ぜひ皆さんに参加してほしいと思ってます。じゃあもうね、これ謎解きで頭をフル回転させて、もう糖分が足りなくなったらニコニコ本社で糖分補給をしていただいて、はい、ね、いろんなグッズを手に入れて1日楽しんじゃおうという、いや、そんな企画ということで、はい、そして猫ちゃんを見てね、目の保養を、はい、ぜひ僕で、あの人だ、僕で、はい、最終的に僕で癒されるんじゃないかなと。え、怒られてしまう看板猫みたいな。どこまで黒くなるかっていうのもね、お楽しみに。楽しみですね、はい、夏休みあと9日でね、終わってしまうということですね。もうまだまだその9日が全力で楽しむためにも、ニコニコ本社ぜひ遊びに来てみてください。謎解きイベントも待ってるということなので、皆さんの力を、見せていただけるのを期待しております。ということで、リジェットカフェ、コラボカフェから福田さんと、そして猫ちゃん、はい、来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き業務の方に、はい、お取りください。ありがとうございます。いいんですよ、それ置いてっても僕らがもらって帰りますから。さあ、もうだいぶね、いろんなお知らせが詰まってますけど、まだまだこんなもんじゃないんですよ、今日。はいはい、今日こんなもんじゃないですよ。いや、こっからですから。え、持ってっちゃうんですか、ちょっと。あ、持ってっちゃった。本当に寂しそう。お腹すいたな。持ってっちゃったね。本当に美味しかった。本日またまた来ました。来てくれました。あ、誰かと思ったら、はい、ではもう何も、無言の登場、無言の登場、いやどうもどうもとかないっすか、当たり前みたいな、いやどうもどうも、はい、もう今かよ。ということでございまして、来ていただきました。はい、はい、自己紹介をお願いいたします。お知らせ連続でごめんなさい。大丈夫です、ニコニコ本社でイベントやってます、森野と申します。イエーイ、よろしくお願いします。森野さん、森野さん来ていただきました。森野さん来てるのにもかかわらず、自分映らないように必死ですね、ちょっと。はい、じゃあ今回お知らせがあるということで、はい、ニコニコ本社ニコ袋夏フェスタ2015と題していろんなイベントを開催中、はい、29日30日のグランドフィナーレに向けて、はい、一層盛り上がること間違いなしのイベントということで、今回ご紹介いただくわけですけども、これがその年表なわけですか。そうです、年表というかその日程というか。じゃあこれちょっとカメラここなんで、こちらに見せていただけますか。あの、森野さん、こっちの方が便利かもしれないですね、椅子ですか。はい、で森野さんとはね、僕イベントでよくお会いしますけども、うん、はい、こんな感じですか。おー、はい、ですね、じゃあ僕も追いますわ、これカメラで、はい、あ、すいません、見やすいですね、これね。じゃあまず29日土曜日からいきますか。はいはい、はい、いきます。あ、まずちょっとイベントスペースの方から説明させていただきます。はい、うん、まず最初、踊ってみたショーということで、まあ、ニコニコでおなじみのツルティさん、ファイさん、ペンタさん、うんうん、ATY のあかりさん、ゆかりさん、うんうん、ドギースタイルのカラスさん、ゆまさんがオープニングをからも追ってみたで盛り上げていくというイベントを行います。うんうん、続いてはゲーム実況のイベントで、こちらがちょっとすごい気になる方も多いのかなと思うんですけども、こちらなんと来月発売の話題作、スーパーマリオメーカーを一足先にお借りして、ゲーム実況を行うイベントです。これ東海発表会でも言われてましたね。はい、はい、こちらができちゃうという、はいはい、マリオのステージを作ったり遊んだりという実況で、こちらはまあ建築ということで、マイクラでおなじみのタケさんや博士さん、F ヤンさんがマリオのステージを作っていきます。おー、うん、頼りになりますな。はい、あ、ちょっと抜けてたんですけども、はい、この日 MC が、タケさん、うんうん、でアシスタントはカミーさんということで、ニコラジでもおなじみの方々がこちら放送していきます。なるほど、おー、安心安定。はい、うん、同じく、まあ、イベントスペース3の方では、まあ、この、スーパーマリオメーカーを実体験できるブースと、さらに、ダンボッチを使ったお一人様カラオケを、2日間続けて実施しております。こちらですね、こちらのカラオケの方は、はい、消費カロリーで何かが起こるというものとなっておりまして、必死で歌えば歌うほど何かいいことが起こるようになってます。消費カロリーで、
でまたイベントスペースの方に戻らせていただきまして、はしやんさんと、ティーンのお二人による、ゲーム実況のイベントがあります。ほう、夏休み中で大好評だったんですが、ホラーゲームシアターというちょっと一味違う体験型のシアターが本社に登場するというイベントになっておりますので、ちょっとね、夕方若干暗くなり始めたぐらいに始まるわけですね、そうです、大間が時のホラーゲームシアターをお楽しみください。大間が時にね、ぜひこちら遊んできていただきたい。他にも、はい、続きまして、再び踊ってみた、今度は、皆さんが参加できるレッスンというふうになってます、23.5 時間テレビでもおなじみの、神曲の踊ってみたレッスン、こちらは、ペンタさん、アツシさん、そしてあかりさんがご出演となっております。いろんな方が来てくれるんですね。はい、締めはもちろんボカニコ、こちらは DJ シーザーさんによる、まあ、いつものボカロがボカロのボカニコがあった後に、会場限定でいつもとは一味違ったボカロに限らない DJ イベントというのを実施します。うわー、もうシーザーさんに DJ させたらもう皆さん体力根こそぎ持ってかれますからね。すごいですからね、あの人ね。ぜひ参加してみてください。はい、まあ、ちょっとあえてスルーしたんですけど、サテライトではニコラジをやってますので、こちらは詳しくは後ほどニコラジの方から報告させていただきたいと思います。なんでボカロさんスルーしたんですか。なんでニコラジこれ何時間くらい今ちょっと縦長だね。なんだこれ、3時間そうですね、長くないですかちょっと3時間何が起こるんですか。3時間何する、サッカーでもやんの。いろんな方がいらっしゃるんだと思います、きっと。え、でも俺ら関係ないところかな。じゃあいい、なんかすごい番組があるみたいですね、ちょっと ね、なんかね、すごいニコラジっていうすごい番組が、特別感ありそうな、番組ですけど、3時間ニコラジってある、3時間もある、ね、出演者の皆さん頑張ってください。はい、はい、続いて、まあ、続いてじゃあ30日の方いきます。こちら、メイン MC は、ジュンジュンさんがいらっしゃいます。おアシスタント MC は引き続きカミーさんがやっていただくことになってます。で、まあ、30日の、最初のイベントは人狼、こちら先取り熊五郎さんとラッターさんが参加されまして、ユーザーさんの参加も予定している人狼イベントとなりますので、はい、ぜひぜひご参加ください。なるほど、人狼。続いては、りょうらんさんはもうご存知かもしれないんですが、知らない、知らないです。何ですか。マシュマロチャレンジ。あ、知ってた。はい、こちらの大会をやります。まあ、マシュマロや乾燥パスタといった柔らかい素材で塔を立てるっていう、まあ、誰でもできるチャレンジなんですね。面白そう。で、誰でも参加可能で、現在参加者を絶賛募集中ですので、よろしければ特設サイトの方からご参加のお申し込みをお待ちしております。これね、めっちゃ頭使うしね、めっちゃ面白いしね、めっちゃ仲良くなれるの、これおすすめ。あ、そうなんだ、うん、ぜひ皆さん来てみてください。お待ちします。その後は、おなじみの、博士さん、ラッターさんによる、マインクラフトのイベント。ほう、こちらはちょっとまだ詳細後日発表とさせていただきますが、うんうん、まあ、お楽しみにということです。え、こっちのニコラジの詳細も気になりますけどもね、うん、はい、そうですね、まあ、ニコラジの詳細とちょっとこの下のカミングスーンとなっているところと、まあ、その辺は詳しくは後日ということでよろしくお願いします。本当に分かんないんだよ。30分なんだろう。本当に何すんの、怖えな、うん、最後の締めは、今度は八王子 P によるボカニコです。おお、8P、 こちらも通常のボカニコに加えて、まあ、現地では特別な放送はできないけども特別なイベント、うん、まあ、DJ のものがありますよということで、8P 脱いじゃんすか、もしかして。まさかの、それは放送できない、プレイスタイル変わっちゃう。でも 8P は脱ぎません、大丈夫です、遊びに来てくださいというわけで、このようにイベント盛りだくさんの週末となっておりますので、皆さんぜひ来週末はニコニコ本社に来てくださいということでお待ちしてます。はい、よろしくお知らせありがとうございます。よろしくお願いします。ミュージック30はもう盛りだくさんなんですね、ニコニコ本社が。森野さん、あのニコラジの詳細が分かったら我々にも、ね、どんな人が出るのか、ね、知りたいですね。知りたいですよ ね、ニコラジなんかすごい人たちいるらしいんでね、はい、本当に分かんないから本当に分かんないから我々も楽しみにしております、はいはい、ということで森野さんありがとうございました。ありがとうございました。引き続き頑張ってください。マシュマロチャレンジ、ね、さっき出ましたけど、僕森野さんと同じチームでね、ガンガン攻めてですね、うん、まあ、勝てなかったんですけども、攻めるとかある、攻めるとか、そう、攻める、勝ち負けあるんです。そう、勝ち負けがあるんですよ。誰が一番高いタワーを立てるかってね。あ、なるほどね。何、パスタを使って立てるんだよ、茹でる前の、ね、不思議でしょ、何言ってんだってみたいな。そう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 。まあ、とにかくね、あの何、口では説明できないですけども、これ参加してみたら面白いこといっぱいあるんで、ぜひ参加してみてください。はい、さといったところでですね、いろんなイベントがあります。ニコニコ本社、皆さん遊びに来てくれるのを心待ちにしておりますので、ガンガン遊びに来てやってください。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。この後お待たせいたしました、ゲストで登場していただきますワッチさんで大丈夫です。どうぞ。お届けしたのは本日のゲストワッチさんで大丈夫でした。
元気をもらえる曲ですな。さあ、そんな曲を歌ってらっしゃいますゲストさん登場です。どうぞ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。どうぞどうぞお座りください。よいしょ。はい、ということで登場していただきました本日のゲスト、はい、ワッチさんからボーカル、ギターを担当されております橋口洋平さんです。よろしくお願いします。お願いします。こんばんワッチ。そういう挨拶があるんですね。そういう挨拶がありまして、じゃあ皆さんぜひコメントで一緒に書いてみてください、はい、こんばんワッチってもう一度ね。こんばんワッチ、あ、でも書かれてる方もいますよね。ね、ありがとうございます。せーの、こんばんワッチ。あ、書いてます。ありがとうございます。すごい。さあ、橋口さんはニコニコ動画はご出演っていうのは経験はありますでしょうか。こうしてこうスタジオでっていうのは初ですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、来ていただきまして。よろしくお願いします。皆さんのコメントガンガン拾っていただけると、あ、本当ですか、はい、皆さんのコメント書きがいがありますので、 ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、ぜひよろしくお願いします。では改めてプロフィール紹介をりょうくんからお願いします。はい、紹介させていただきます。本日のゲスト、ワッチさんは5人組バンドで、聴く人すべての暮らしの中にそっと入り込んでいけるようなポップスを作るべく結成したバンドです。メンバー全員が別々のバンドでの音楽活動や就職などを経験したの後、20代後半で結成されました。バンド名のワッチには私たちという意味が込められています。そして今回登場の橋口さんは2度の脱サラを経験の後、ワッチを結成したと、はい、バンドの作詞作曲のほぼ全てを担当し、2012年11月ミニアルバムウィークリーウィークデイでメジャーデビュー。数々のドラマやアニメの主題歌、CM ソングを担当し、今月5日にリリースし、先ほどもお聴きいただいた大丈夫は、TBS 系ドラマ37度5分の涙の主題歌に決定するなど、現在話題急上昇中のバンドでございます。あ、すみません、長いの文章を読んでいただきまして、たくさんあると失礼しました。長い歴史をギュギュッと詰め込ませていただきました。ありがとうございます。これだけでもね、はい。そしてミニ情報、ね。ミニ情報なんですけれども、はい、バンド名のワッチありますよね。読み方はアクセントなしのワッチです、ワッチさん、はい、ワッチさん、よくワッチって言われるんですけど、ああ、そうなんですね。僕らメンバー5人だけが必死でずっとワッチワッチと言い続けてるんですけど、はい、スタッフもお客さんもみんなワッチなので、なるほど、まあ、ワッチですよね。そうなんですよ、まあ、でも、はい、ビーズさんもビーズとビーズって両方言うじゃないですか。だからそんな風になりたいなみたいな。そのカミングで、まず、はい、B さんにあやかって、そうです、正直言って大きく出たなと今自分で思います。はい、はい、楽しんでるんですね。そうです、はい、もう大きく出るにはいろんな経験値を踏んでないと出れませんからね。その経験辛い、ちょっといいですか、はい、今先ほど説明にありましたけど、ええ、2度の脱サラを経験ということでございますけど、はいはい、その何を今までされていたんですか。1つ目はシステムの会社で、パソコンとかサーバーとか そのシステムをパッケージとして売る会社にいて、その後は携帯のガラケーのサイト、ガラケーのサイト、公式サイト、携帯の各キャリアの公式サイトみたいな、あ、なんか魔法のアイランドじゃないですけど、なんかキーバン風に積んでみたいな、天気とか占いとか、ああいうやつ作ってたんですよ、あれ、今なんかなんでしょうね、その歌手活動とは全く違う方面だったんですね。そうですね、仕事、そのサラリーマン時代は確かに違うことやってましたね。でも当時からやりたいなっていう願望とかあったんですか。もう僕高校生の時から路上ライブとかやってたので、ストリートで歌ってたっていうのが一番最初なので、まあそういう意味ではずっと音楽続けてて、なんかこうどっかでいつか音楽でいろんな人をこう楽しませたり感動させたりできたらいいなっていうのはずっと思ってたので、まあそういう意味ではまあこうやってね、今日もスタジオでお話しさせていただいてるのはすごく嬉しいなと思いますけど。夢を叶えたわけですね。叶えていきたいですね、まだまだこれからだと。だってビーズさんですから。夢はかなり遠くにありますからね。大きく出ました、大きく出て、そのために今、はい、そのために寿命が縮まる思いですけど、はい、頑張ります。一度目の脱サラの時にこのミュージシャンになろうみたいな動きとかはあったんですか。まあその時もありましたけど、はい、やっぱりまたサラリーマンになってとかって、まあ結構いろいろあったんですけど。あ、なるほど、はい、諦めなくてよかったですね、そこで。そうですね、うちのバンド元 SE がいたり、はい、あと元ラーメン屋の店長がいたりですね。すごい、そうなんですよ、いろんな経歴、あ、ごめんなさい、いろんな経歴を持つものが集まってやってるんですね。でもメンバーの皆さんがそういうことだったということですね。そうなんですよ。なるほど、皆さんそれぞれのその経験って、はい、その作曲作詞とかには生きてたりするもんなんですか。でもやっぱり、はい、
生きてるような気がします。生きてるような気がする。やっぱりその普通に、はい、その普通の生活を送っていたというか、社会の中で過ごしてた、満員電車に乗って、はい、残業があって帰ってみたいな生活を送っていたからこそ、多分出た言葉とか歌詞っていうのもきっとあるんだろうなと思いますね。あ、それでその入り込みやすいその、まあ、歌詞だったりフレーズだったりが出てくるんですね。まあね、そういうところにも活かせてればいいんですけど、はい、うん、まあね、そのサラリーマン時代なんか結構ねお仕事もされてたってことなんですけど、はい、サラリーマン時代のですね、はい、営業成績とかってどうだったんですか。営業成績の話します。してほしい、ね、本当ですか。してほしい。いや、もう僕はですね、サラリーマン時代のね、いや、積み上げたものがあっての。でそうなんですよね、はい、でも最初の会社そんなに長くはいなかったんですけども、はい、すごくダメでした。あ、ダメだったんですか。もうすごくダメで、まあ、営業成績というか、はい、その会社にいて、で、うん、退社してから、はい、僕の後輩になるはずだった女の子、うん、要はその僕の次の年に入社してきた女の子に会う機会があって、はいはいはい、でその時に聞いたら、会って、あ、僕橋口って言うんですって言ったら、はい、あなたが橋口さんですかと。おーおー、知っててくれたんですか。うん、知っててくれて、はい、あ、なんだろうなと思ったら、はい、なんか私が仕事でミスをしたりすると、はい、上司にお前橋口みたいになんぞって言われる。なんてことだと。それ悪い例えでずっと使われてたんですか。そうです。だから営業成績の話終わりにしていいですか。すいません。じゃあすいません、生放送ですけど今のところカットでお願いします。すいません。そんなすげえ技術すげえな。もうめっちゃ笑ってんなみんな。つらいな。でその今 の, その、まあ、昔勤めてらっしゃった会社の上司の方は、はい、今でこそね、いやもう橋口もう今すげえ頑張ってるから俺が育てたみたいな顔してるんじゃないですか、もしかして。ちょっと行ってみようかな、じゃあもう一回その会社に。変わってるかもしれない。そこで思ったことを曲にしてくださいよかったら。あ、そうですね。辛い、それ歌うの辛って感じですけど頑張ります、はい、営業成績 の, その次の女の子が出てくるかもしれない。うん、いやいろんな経験踏んでますけども、はい、そんな中ドラマの主題歌、はい、これ決定した時どんな気持ちになられました。いや、やっぱりすごく嬉しかったですね。やっぱりなかなかできない経験だなというふうに思いますし、まあ、そのさっきねどんなテーマで書くか曲をみたいな話してましたけど、はい、なんかまず一個そのなんだろうドラマっていうテーマがあるじゃないですか、そのお話の中にテーマがあるから、はいはい、そこからテーマを限定された形で曲を生んでいくっていうのはすごく楽しかったなというふうに思いますね。うん、今までとはやっぱ違う形になるんですね、そこは。そうですね、今までもいくつかやらせていただいてたんですけど、はい、またそのお話ごとに全然思いつくテーマとか、うん、選ぶキーワードとか違ってくるんで面白いなと思いますし、あとはまあドラマを通じてたくさんの人に曲が届いていくのはもう単純に嬉しいですよね。もうそう届いた皆さんが本日こうやって池袋周辺に集まっていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。また来ていただいて、うん、そんな橋口さんでございますけど、はい、普段一体どういうことを考えて作詞作曲もその音楽活動だったりしているのか気になるということで、はい、今回ですね橋口さんの頭の中を円グラフにしていただきたいなと。なるほど、はい、作成してまいりました。ありがとうございます。書いてもらっているということなので、はい、カメラに見せていただきましょうか。はい、こちらでこれで、はい、ではいきます。お願いします。バン。おおあれだいぶ僕爽やかな印象だったんですけど ね、今の今まで、裏ではいろんなことを考えてですね、まず、はい、歌詞とメロディーもうこれはねもうそうですよ、アーティストとミュージシャンとして、はい、まず大事なところ、はい、はいはい、そうですね。そしてボーカルに見られたい、これもこれでって感じですけどね、はい、これもちょっとあれ何か起きてる。いやでも、はい、そうです、はい、はい、先生、今これはい、行きますか。はい、行きましょう。まず僕ボーカルに見られないんですよ。5人組なんですけど一番ボーカルに見られずに、はい、で、マネージャーがいるんですけど、これがちょっとボーカルっぽくてですね。そうなんですか。そうなんです、そうなんです。で僕が現場とか行くと僕が名刺渡されるんですよ。まずマネージャーさんと名刺交換よくするんですもんね、この業界って。そうです、はい、あとタクシーに2人で乗ってて、で、仕事の話をマネージャーとバンバンしてて、で、マネージャーが先にタクシー降りたんですよ、はい、で、僕が続き乗ってたら運転手さんにお二人はどういうご関係なんですかって聞かれたんですよ。おー、はい、だから、あ、ミュージシャンとマネージャーですって言ったら、あ、なるほど、そうなんですかって言った後に、
マネージャーも大変でしょうって言われたんですこんなことあります？切ない。やー切ねー切ない。だからね、それはそうですね、それはもう願望としてガンガン前来た方がいいっすわ。はい、相当な割合占めてますからね。占めてますから、はい、それを凌駕したモテたい。モテたい。ちょっとこの比率そうです、モテたい。この人メロディーと同じ割合だからね。そうですね、モテたい。そうです、モテたい、とにかくモテたい、ね、昔からその願望はあったんですか？やっぱりもうミュージシャンになりたいと思った頃からとか。そうですね、やっぱりそのどっかでこう、はい、モテたいなっていうのは常にありましたし、なんだろう、昔からこうイケメンと不良は絶滅しないかなと思ってたんですよずっと。なるほどなるほど。でも結構この仕事やり始めてから、はい、イケメンでいい人ってたくさんいるんだなっていうのを知って。そうですね、めちゃくちゃいますね。すごくいい人だから。ああ、もうじゃあ僕絶滅しなきゃいけないかもしれないですねそうそう、いやいや、はい、そうなんですよ。そうなんですね、モテたいという願望が前面に来ている、うん、はい、そうですよ。そしてもう一つ、そうなんですよ、これは本当かなっていう感じに入ってますけど、はい、こちら、はい、ドラえもん。そうなんですよ。ドラえもんお好きなんですか、橋口さん？僕ドラえもんすごい好きでですね、はい、あの青梅市というところ出身なんですが、僕、はいはいはい、東京の西の青梅市なんですけど、はい、青梅のドラえもん博士と。あ、それは橋口さんが、はい、その肩書きを。なるほどなるほど、はい、ちょっと半笑いですけど大丈夫です。何を言ってらっしゃるのかなっていう、ね、ちょっとにわかにも信じられない。そうですよね、はい、どれぐらい好きなのが、まあ、今ので分かりましたけど、はい、じゃあもう酷な質問になりますけど、うん、そのドラえもんの道具の中で一つ自分のものにできるんだったら何に、はい、あ、これでもない4次元ポケットとかいうズルもありますけど、あ、はい、僕はもしもボックスっていう、はい、あの電話に入って、もしもこういう世界だったらみたいなことを言うと、このその世界になるみたいな。自分の好きにできるわけですね。はい、だからもうその眼鏡でちょっとあの2階脱サラしてて、仕事はできないけど音楽はあの頑張ってる人がモテる世界みたいな、そういうのにしたら、もしかしたらこのね、ここが歌詞とメロディーにもっとね変わるかもしれない。比率が7割超えるかもしれない、っていうのはありますよ、だから、うん、もうドラえもんの要素もこっちに吸収されかけてるじゃないですか、ちょっとすいません、すいません、それは失礼しました。いや、でもそれはなかなか願望としてしっかりドラえもんにいたらこういうのが欲しいっていうのがあるということで、ドラえもん好きはアピールできてると思います、はい、ただここでですね、実はなんと橋口さん宛てにとあるメッセージをお預かりしておりまして。そうなんです。はい、ちょっとあのこちらヘッドホンが多分目の前にあると思いますが、こちらを押していただけると、はい、これをしなきゃいけないんでした、失礼しました。ではメッセージ、一体誰からなんでしょうか、お願いします。こちら、ワン、ツー、スリー。橋口くん、こんばんは。僕、ドラえもんです。いつも素敵な音楽を届けてくれてありがとう。のび太くんも毎日聴いてるよ。今度は僕の歌も作ってね。じゃあね、バイバイ。ドラえもんでした。いやーすごい。いやーもういかがですか、橋口さん。いやすごい。え、橋口さんのためにですよ、ね、これ。すごい。もう水田わさびさんではない方の本人から。本人？なんだろう、僕の思い出のドラえもんよりも若干二日酔い気味なんですよ。なんかあの池袋周辺ちょっと美味しい店いっぱいありますからね。そういう理由で、はい、すごいわ。いや本人ですよね、本人。すごいわ、ドラえもんから。すごいわ、本人。もう自分はドラえもんと言ってましたけど、本人からのメッセージ届きましたよ。いろんなことに目をつぶるの下手くそすぎませんか？本人だ、本人だみたいになってますけど。いや、ご利用していきますよ、我々。本当ですか？そうなんです。いや、でも嬉しいですね。ご利用しをもっと通すために、なんとですね、なんともう一つメッセージがありますので。大丈夫ですか？わかりました。そちらも皆さん、嬉しいな。温かい心で聞いてください、メッセージお願いします。ワン、ツー、スリー。のび太くんのバカグッフッフッ、タケコプターフラダンス、ダンス2号、ダンス2号これ関係ないでしょ、カミエモンでした。わー、本人ですよ。
ね、本人からだ。神右衛門さん本人からのメッセージでしょうね、でしょうね。ダウトダウトと思いましたけどね。神右衛門さんから来たってことですね。しかも僕へのメッセージじゃないですからね、2個目は。もうただ自分のモノマネを披露したいだけの神右衛門じゃいいじゃん。出さなくていい。なんで SNS で登録してんの。こんなしなくていいですから。後ろでさ、指示されてるのさ、全部聞こえますね。炭水魂、炭水魂みたいな。ねえ、すごいな。いやこの空気いかがでしょうか、走りさん。いやいや、すごい素敵ですね。いや、嬉しいです、すごい。なんとかしようと。なんとかしようと。ねえ、本当、不思議道具がなかったんで、何度もできなかったんですけど、なんとかの取り繕ったクオリティでちょっと満足していただければなと。いやいや、もう十分です。嬉しいです。はい、ありがとうございます。いつでもこの子なんですけども、あの、影穴とかで欲しければ。はい。すいません、いつでも呼んでいただければ。イメージとね、だいぶ違った感じで。ね、多分違うと思います。あ、まあ、二日酔い感は出てますけど大丈夫です。そうなんですね。なるほど。はい。ということで、まあ、ドラえもん好きということがどん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 と前に前に来ている橋口さんでございますけども、今度はなんとその橋口さんからちょっと企画を、はい、もう協力していただくということで、こんなものをご用意しました。こちら、ドラえもんマニアワッチ橋口さんからの挑戦。おお。若干ドラえもんの発音にネイティブ感を感じたんですけど、ドラえもんみたいな、ちょっとまあドラえもんが出していかなきゃなと思いまして。そうなんですね。ジロイモン、なるほど、すごいな。どういう企画なのか、ようくんお願いいたします。ドラえもんマニアである橋口さんに4択のドラえもんクイズを作ってもらいました。ありがとうございます。そのクイズにですね、りょうらん、私りょう、そしてポロシの3人が挑戦していくと。3人の中で一番正解数が多い人は、先ほど紹介した本社の美味しいデザートですかね、コラボメニューですね、を食べることができるということでございます。あ、マジか。あれ一口しか食べてないから、もう食べたかったんだよな。めっちゃ美味しい、あれ。はい、ちょっとこれ今回クイズをご用意していただいたということですけども、はい、あのドラえもんマニア的に難易度はどれぐらいのものをご用意していただいたんですか。ですね、はい、結構高いと思います。マジっすか。すいません、マジ、ちょっとね、結構高めに作っちゃったかもしれない。でもドラえもんって結構さ、もうみんなが知ってるじゃない。まあまあまあ、長いことね、はいはい、見てる方も多いですし、見てますから僕も、うん、ただちょっとすみません、僕声優陣の皆さんが変わったぐらいからちょっとチェックがあまりできてないです。そのあたりもついていけますかね。大丈夫ですかね。そこに関しては大丈夫です。だから逆に言うと、そこはあんまり言い訳になりません。はい、なるほど。しまった、先にそれ言うとこ、はい、ね、安全先に防衛ライン貼っといたんですけどね。そうですね。だからちょっと僕も知識をひけらかしたいがために、はい、ちょっと難しめに作っちゃったとかあるので。なるほど。すみません。逆に当たったらすごいと思います。じゃあちょっとね、こちら我々答えるために、ホワイトボードがあるんですか。じゃあスタッフさんご用意していただいてもよろしいでしょうか。スタッフー、はい、聞こえました。ちなみにこの今ニコニコ生放送をご覧になってる皆さんで、ドラえもんマニアだよという方どれぐらいおられますでしょうかね。池袋周辺の皆さんどうでしょう。ドラえもんクイズ自信あるぜっていう方、自信ある方ね。な、すごい挑戦的なね、挑戦的なんですけども、すごいですね、威圧的だし、ね、完全にもう雰囲気出たジャイアンですよ、ね、ちょっと俺すぐ土下座するタイプですね。ちょっとターティッシュ、息がすごい気合入りすぎて、吐息がもうどんどん曇るぐらいハーハーなってますからね、ガラスが。絶対名字ゴーダだよね。大型さんね、来てきました。ゴーダっぽいな。じゃあ改めて、はいはい、皆さんだいぶ自信ある方がそこそこいる中ですけども、うん、はい、橋口さんにドラえもんクイズしていただきたいと思います。はい、行きましょうか。まず1問目、はい、はい、どれ行きましょうか。お願いします。ババン。来るかな。あ、こちらですね。はい。はい。え？ドラえもんはですね。え？実は浮いてます。存在が空気が、空気的に常に常に、はい、違う、キャラじゃないです。キャラ、これおかしいでしょ、選択肢じゃん。そうですよ。キャラじゃないです。実際に浮いてます。ああ、そう。で、さて何ミリ浮いてるでしょうかという質問。1番1ミリ、2番2ミリ、3番3ミリ、4番 0.5 ミリ。さあどれ。そんな違う。4番でも怪しいな。なんでこいつだけ小数点以下なんだろう。浮いてるって話は確かに聞いたことはある。ただ何ミリかなんて知らない。そう、だから浮いてる。何ミリとか出てるんですか。出てます、出てますよ。待って、これほぼ、なんだこれ。いや、これは分かったぞ。いや、僕自信あり。これでしょ。自信ありだ。あれ、ドラえもんでしょ。はい、僕は書きました。これは有名ね、なんていう声もね、来てますけど。そんなにみんな知ってんの。ドラえもんって浮いてんだ。 0.02 ミリ、薄々だね。そっか、
コメント何が来ますか、なんかね、裏で裏でなんか違う風に聞こえるな、それ浮いてる感じ、浮いてる、浮いてる、浮いてる、浮力の話ですね、浮力の話ね、はい、ね、はい、1ミリとかだったら段差で当たるんじゃない、3ミリぐらい浮いてないとダメなんじゃない、それはどうなんだろう、俺もうここだと思うわ、皆さん書きましたか、 OK です、はい、じゃあこれは一斉にオープンしますか、我々、はい、はい、じゃあせーの、ドン、じゃあカメラどうか、追い方はそれぞれですけども、はい、おー、力2番、2番、そして僕4番の 0.5 ミリ、そして割れた、あ、割れた、お、1番以外バラバラ、うん、割れましたね、ええ、いや、だってね、割れましたね、22世紀だよ、もうさあ、そんな浮いてるか浮いてないか瀬戸際を攻めてくるでしょ、そりゃドラえもんだって0.5 ミリはドラえもんだってさあれなんですよ、なんかこう、いや、設定として中途半端じゃないかなって思っちゃって、うん、小学生とか分かりづらいかな、 0.5 なんだよって言っても分かんないかな、分かんないじゃん、分かんない、えぇ、ー、でもそれギリギリ攻めてきてほしい、うん、そして、ポアロシはなんか、なんかあれちょっと違うものなんて、あれポアロシ、ポアロシ、なんだなんだ、ちょっと見せてもらっていい、それ見せてもらっていい、カメラに、あ、すごい、ちょっと引き目に引き目に若干引いて、そう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 、どういうこと、あのね、あの、のび太くんのメガネかな、これは、あ、メガ、あ、そうかそうか、のび太くんか、うん、うあの、のび太くんメガネかけたらその感じなんないから、うん、あ、そっか、撮ったらだからね、撮ったらあ、そっか、だってメガネだなそうか、メガネかけてそれ、俺なんか今、神右衛門さんより感動してるんですけど太郎さんの絵はすごいな、あれさあ、果たしてまずはこの中に正解があるのかどうか、そうですよね、あるかないかですか、はい、橋口さん、あ、そうか、ユーザーアンケート、ちょっとこの皆さんも聞いていきましょうか、ね、はい、我々の意見も受けて、うん、じゃあこの4択でユーザーアンケート取りましょうか、アンケートお願いします、ドン、はい、今回橋口さんが用意してくれました、ドラえもんは浮いている、何ミリ浮いてるでしょうという問題、え、これさ絶対 0.5 だって、未来の科学の結晶だよ、ドラえもんだってね、なんかどうしても薄い話に聞こえる薄いやつの話に聞こえる、薄くね、だ最近もね、もっと薄いの出たでしょ、大丈夫かな、すげえ厚くね、どん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 、やっぱギリギリを攻めていくもんなんですって、こういうのは、なるほどね、さあ2ミリでしょう、アンケート結果見ていきましょう、お願いします、きました、おお、3番が多いですね、これアンケート結果はってことですよね、これね、結果はですよ、さあ、え、2ミリが一番少ない、なんで、まあでもあれか、いいや、改めてね、まあ、これ、まあまあ、清水さん、正解はこの中にあるんでしょうか、では発表をお願いします、はい、正解は3番の3ミリです、結構浮いてんすね、結構浮いてますね、3ミリ、うん、それコロンビア、ポルアップアルシュと、3ミリ、ポルアさん正解ですね、これはポルアさんも浮いちゃうんじゃない、あら、そんな浮いてるように見えなかった、今脳内でユニコーンガンダムの BGM、 アニメ的に見てて、アニメ的に見えなかった、浮いてるように見えなかった、結構浮いてますよ、サンプリって、なるほどなるほど、肉眼で見たら、あ、ちょっと浮いてんなってぐらいなりますよ、でもドラえもんって走り方違うんですよ、なんかこう滑るようにこう、あるあ、なんか変な効果を垂れ流しながらね、なんかあれもね、空気圧の音だみたいなね、感じだったりしますけど、なんか機械みたいだね、いやちょっとじゃあ、まあね、続いての問題いきましょう、はい、ぜひぜひ、じゃあ続いて、はい、続いて2問目、はい、ではいいですか、2問目お願いします、はい、お願いします、バン、これ楽しい楽しい、ゴーダさんとこのジャイコはクリスチーネ・ゴーダというペンネームで漫画家をしています、で、小学生の時に自費出版した漫画のデビュー作は何でしょう、1、アイ・フォルテシモ、2、虹のビオレッタ、3、ショコラでトレビアン、4、アンコロモチストーリーズ、さあどれでしょう、ちょっとまず二重三重の驚きが問題文にありますよ ね、クリスチーネ・ゴーダっていうね、漫画家をしている小学生の時自費出版デビュー作、うん、はい、うわー、自費出版してたんだそうなんですよ、結構、ジャイコけなげだね、だってや、お、ね、八百屋さんだよ実家、うん、どこにそのね、自費出版の資金があったの、まあ、お母さんも頑張ったってことだもんね、うん、ちょっと俺もこれ分かっちゃったんですよ、うっそ、お、はい、分かっちゃいました、すごい、うわ、漫画好きの皆さんだったらね、もうこれはもうあのクリスチーネ先生の作品を皆さんチェックしてると思いますけどもそうですね、ね、からしたら、ね、クリスチーネ先生、いや小学生の時って言いますけど、
クリスチーネコだ、ジャイコはまだ小学生。でもそっか、未来の世界とかもねありますからね、ニコドラえもんの世界には。なんか説によると予想だと8歳ぐらいじゃないかみたいな、はい、あ、そこもぼやけてるんです ね、 ねこと言ってますけど。はい、じゃあ皆さんね、アンケートももう出してきますか、はい、先にアンケートお願いします。はい、もう答えはもう我々書いたのでもう変えられませんので、はい、クリックね、お願いいたします。これでしょ。結構おしゃれな名前つけるんですね。そうですね、あの間違ってるさ、他の3つは誰がつけたんですか、うん、その近しい名前みたいな。これは答えた後に言います。あー、なんだろう、他にもあるんだな。3番とかはきっとパティシエのお話なのかな、ね、4番、ね、4番は多分来年あたりピクサーから出てきます、こういうの。こういうの出るか、ピクサーあたりからストーリーズね。そうそうそう。ではアンケート結果見ていきましょう、はい、お願いします。2番が圧倒的に高い。あれ、そうなの？ちょっと結果見ていきましょう。我々の結果こんな感じです。ドン、はいはい、やばい、お3にしちゃったね。僕も3番1番。あ、結構アンケート結果とは違う、ね、え、3番だよね、やっぱね。3番ですね、うん、まあ、何が3番かっていうと、僕はその橋口さんの問題の読み方が単純に3番好きだったっていう。それはそれ、もう橋口さんがなんか慣れてるから。あ、なるほど、言い慣れてるな。そうそう、トラビアンの感じが、うん、はい、トラビアン。じゃあちょっとこれ正解がまるで分かんないんですけども、はい、うん、分かんない。橋口さん、はい、答え教えてください、お願いします。はい、正解は2番、虹のビオレッタでした。なんちゅうおしゃれと名前つけんの、ジャイコ、ね、で、ちなみに、はい、それ以外の3つなんですが、はい、これ実は、はいはい、全部ジャイコ先生の作品です。全部クリスチーネ・ゴーダ先生の作品です。うっそ、はい、ただ3番4番はちょっと誰かの真似をしてるなと、ダサくだわこんなのと、いうことで、2番が一番こう自費出版でのデビュー作は2番です。へー、なるほど、やったぜ。実はその前に、はい、アイ・フォルテシモを書いて雑誌社の人にちょっと認められているんですけど。相当な才能の持ち主なんですね。そう、ジャイコちゃん。そうなんです。すげー、すげー、いやー、すごいですね、これは。だからね、2番なんですがね。おい、作品見てみたい。うん、見てみたい、ね、虹のビオレッタね、はい、見てみたいですね。ユーザーの皆さんはね、当たってましたね。そうですね、ね、50% いたから、うん、我々の中で正解を出した人いますか。いやー、俺もう全勝ですよ。で、嘘こけ嘘こけちょっとさっきそれ3に見えるような2なんだよ。さっき1回正解出てたけど完全勝利ですよ。ということは、ちょっとお時間の都合でこれが最終問題になってしまいましたけども、はい、はい、ということはポアロ氏が優勝ですか。1ポイントで1ポイントでしょう。1ポイントで優勝。2ポイントだよ。2ポイントだよ。2ポイントで、ポアロ氏おめでとう。おめでとうございます。いやー、これ橋口さん、ちょっとまたぜひニコニコでなんかドラえもん番組とかあったら、はい、ガンガン知識とか出してくださいよ。ぜひぜひ。これ、ね、新しく知れるから面白いよ ね。本当ですか。知らなかった。いや、嬉しい。あ、そうなんだみたいな。実は他にも問題考えてくださってますからね、ちょっとこれまた機会があればぜひお伺いさせていただきたい、ね、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、そろそろお別れの時間が迫ってまいりましたが、あらら、先ほどですね、はい、我々、PV 見せていただきました、バチの新曲でございます、うん、はいはい、大丈夫、これなんと橋口さんがアコースティックギターで生歌披露してくださいます。ありがとうございます。歌わせていただきます。ありがとうございます。じゃあぜひもう早速スタンバイに、はい、準備をいただいてもよろしいでしょうか、はいはいはい。ということでスタンバイ中にですね、今回、はい、TBS 系ドラマ37度5分の涙の主題歌でありますわっちさんの新曲大丈夫、本日はアコースティックバージョンでのお届けでございます。ちなみに今回使用させていただいておりますギタースタンド、池袋 P ダッシュパルコ7階にございます石橋楽器様より、今回お借りしております。みんな石橋楽器で楽器を買おう。打ち合わせないのに合わせてくれた。すごいね。よし来るだろうなと思って。ね、毎度毎度お世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、池袋周辺の皆さん、今ですね、こちらビジョンに映っておりますけども、わっちさん、こちらは大丈夫。橋口さんがアコースティックギターでまた披露していただきますので、ぜひお集まりいただけると幸いです。
そして、ニコニコ生放送でご覧の皆さん、ね、もう菓子職人もしくは弾幕職人、ぜひ放送に彩りを加えてください。よろしくお願いいたします。さあ、ご準備の方はよろしいでしょうか。ええ、大丈夫でございます。ありがとうございます。はい、それでは橋口さん、曲紹介からよろしくお願いいたします。はい、皆さんのそばに寄り添えるような一曲になればいいなと思って、大丈夫という言葉を誰よりも信じて歌いたいと思います。聴いてください。大丈夫。涙を流した君にしか浮かべられない笑顔がある。そのままの君で大丈夫。こぼれ落ちた分だけ強くなる。変わりたいのに変われない日々。本当の気持ちから毎日少しずつ逃げた。見えないふりや聞こえないふりで綺麗事並べても自分は騙しきれなくて。負けそうな心抱えても僕らは笑う。無理して笑うけどきっと涙を流した君にしか浮かべられない笑顔がある。たまには泣いても大丈夫。素直になっても大丈夫。生きていくだけで人は皆数えきれぬほど乗り越える。強がらなくても大丈夫。こぼれ落ちた分だけ強くなる。強くなる。強くなれる。大丈夫。超えられないボーダーライン気がつけば引いてしまってる。自分で選んだ道なんだからって誰にも頼れずに一人ぼっちで戦ってる。プライドや夢を守るため僕らは笑う。ありがとうございます。おー、大丈夫、聞いていただきました。
清水さんありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。なんかもう聞いていて焦らなくてもいいんだなって思えるのがすごい身を預けて聴ける曲ですね。あ本当ですか。はい、嬉しいです。非常にもうすいません、あの池袋の皆さん、そして生放送の皆さん、あの我々生声で聴いてしまいました。本当にもう俺ずっとこう外してずっと生声で聴いて、ね、めちゃくちゃ歌声が綺麗で、うんよ、ボーカルって書いてあります。今ね、ちょっと嬉しいな。そちら嬉しいな。認識がね、嬉しいですね。はい、橋口さんはボーカルです。ボーカルですよ。VO ですよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、橋口さん、いろいろと、本日お付き合いいただきましたけども、最後にお知らせ、もう皆さんに伝えるべきことありましたら、はい、ガンガン告知の方よろしくお願いいたします。はい、まずは、今週末、はい、あ今日何曜日？今日は金曜日です。明日、明後日とですね、はい、明日は、タワレコ小田原で、そして明後日はラゾーナ川崎で、それぞれ、インストアライブをやらせていただきます。22と23ですね。それぞれ2セットあるんでよかったらお願いします。はい、そして、その他、大阪とか福岡でもインストアライブ、神戸ですね、神戸とか福岡、あ、ごめんなさい、兵庫だ、兵庫とか福岡でもインストアライブがございます。そして、11月から12月にかけてはワンマンツアーが予定しておりまして、あっちこっちそっちわっちツアー2015冬ということで、11月15日日曜日横浜プレミアホールを皮切りにですね、はい、7カ所7公演回ります。で最後は12月26日、恵比寿ザ・ガーデンホールでやります。もう本当にね、普段日常に音楽がない人とか身近に音楽ない人でも気軽に楽しめるような、うちでライブハウス初めて来たって人も結構いて、へえ、そうなんですね。なんか直接行くっていう方、ね、そうですね、もう準備いらずで来たら楽しめるようなライブを、はい、あのやりたいなと思ってますので、ぜひともお越しいただければと思います。もう橋口さんのもう歌声すごく綺麗ですので、ぜひですね、これ生放送をご覧の皆さんはもうリアルでもう生で聴ける現場に足を運んでみるのいかがでしょうか。もうすごくいい経験できると思います。ありがとうございます。はい、さあそして、本日 AC フォアロシがですね、おもうずっとイラストを描いてくれてるんですけども、おできたできた、なんで聞いたのこっちが聞いてるの質問に質問で返してびっくりしちゃうでしょ。ちょっともうどうぞお願いします。おーい、うわすごい、素晴らしい、うわすごい。まず神エモンとどっちが今来てますか。こっちこっちというか、これあれじゃないですか、気づいたんですけど、はい、イケメンじゃないですかこれ。いやもうボーカル感超出てますよ。まあまあ、これはモテるってこれ来てます、モテますよ。ありがとうございます。こっちで行きたいなこれこっちで、どういうことかが、わっちでお願いいたします。はい、さあということでございまして、本日いろんな方々、もう1万1000人以上の方ご覧になってますけども、はい、最後にこの放送をご覧になっている皆さんに一言メッセージいただいてもよろしいでしょうか、橋口さん。はい、もう大丈夫という曲がなんかすごく今までと比べてたくさんの人に聴いてもらえてるなっていうのが実感としてあるので、まあ、より大丈夫という言葉をとにかく信じて、まあ、皆さんそれぞれいろんな日常があると思いますが、根拠のない大丈夫を全力で信じて歌うので、皆さんがなんか自分の大丈夫の根拠を探しに行けるようになるまで、頑張って続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、というわけで本日のゲスト、ワッチからボーカル、ギターの橋口洋平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、マネージャーさんが迎えに来た。あボーカル、お、ありがとうございます。いや、本当、もうボーカル業大変だと思いますけども、すいません。どうぞ、どうぞ。全部最後持っていこうって本当この男のせいで全部持ってくまでじゃん。橋口さん、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございま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 した。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。いやすごかった、素敵でした、もうむっちゃよかった、むっちゃよかった。いやー本当マネージャーさんもボーカル感があったね。全部持ってきましたけども慣れてますね。ここで、うん、はい、なんと、カメレオさんの動画が届いてるということでございますけど、ちょっとすみません、カメレオさん多分この放送ご覧になってると思うんで、ちょっと謝らせてください。ちょっと僕ですね、この後明日開催されます
ます、うん、ニコニコ町会議と書いて町会議の石川県のですね、会場に向かわなければいけないので、もう実はですね、あともう20分しないうちにですね、もう終電が出ちゃうんですよ。何なのでですね、ちょっとすいません、じゃあ明日 朝行くってこと？今日行かない、間に合わねえのよ。ということで、ちょっとすいません、亀梁さんの動画見たいんですが、タイムシフトで僕見せていただきますので、亀梁さんの動画、ぜひこの放送後になって皆さんと一緒に楽しんでいただければなと思います。ではすいません、ここからはりょうくんに全部すべて何もかも 100% お任せしていきたいと思いますんで、やったぜ。りょうくん、改めてよろしくお願いします。あ、任せてください。何すればいいかな。大丈夫かな。大丈夫かな。というわけで、石川にもしお越しにな、来ることができる皆さん、ぜひ会場でお会いしましょう。百花りょうらんでした。行ってきます。行ってきます。ありがとうございます。りょうくん任せた。オッケー。本当に行くんだよね。本当に行くんだよ。本当に行くよ。間に合わせる。じゃあ、ポーラス、ここ来る。りょうくん、そっち、そっち。俺、じゃあ、そっち行くよ。じゃあ。しかも、今日の一枚かけてねえし。それなんか、いろいろ締まらなくなる。それだけやるよ。それだけやるよ。あ、こんにちは。金曜 MC のりょうでございます。はい。はい。というわけでね、このままやっていきたいんですけれども、まず早速、ここでですね、なんだろう。いいですかね。亀梁さんの動画が届いているということで、ニコラジファミリーとして勝手にニコラジのテーマを作ってくれたり、ツアーで全国を回りながらニコラジの魅力を伝えている動画を撮ってくれていると、で今回も動画が届いているということで、早速見てみましょう。こちらです、どうぞ。毎回人すごい仲というか、お客さんみんなで本当にこらじって言ってる感がもうなんか申し訳なくなってくる。本当にもうそろそろ申し訳なってくるぐらいありがたいです。いいのかな。ありがとうございます、もうちなみにまだまだライブツアーが続いているということで、亀梁さん、今後のライブツアースケジュールはこちらです。おね、あ、でもそうですね、どんどんやっぱり中、最後中野サンプラザあるんですね。いいね。なるほど。でもまああともう少しということで、9月19日が最後なのかな、になりますということで、本当に亀梁さん動画はニコラジ、亀梁さんの動画ね、ニコラジでも放送していきますので、ライブの方も頑張ってくださいということで、ありがとうございます。ほんまに嬉しい。そうか、だって毎回言うんだよ、すごいですよ。ありがとうございます、ね、本当に亀梁さん、ありがとうございます。うん、ありがとうございます、はい、では、来週のニコラジのお知らせをりょうくんよろしく。りょうくんよろしく。いや、俺やんな。いや、俺何も手伝えない。俺か。台本ちげえから。はい、というわけでいきたいと思います。24日月曜日、ついに降臨、ルナシーのギタリスト、イノランさんが登場します。お、8月26日にリリースするニューアルバム、ビューティフルナウを徹底紹介します。もちろん告知できるかはゲーム次第でございます。整理券も配られるようなので、池袋へはですね、お早めに皆さん来てください。というわけで、さらにですね、興奮冷めやまぬ甲子園の延長戦、甲子園出場経験のある3人組音楽グループワンドラフトさんもこの日登場します。すげえな。当て漢字クイズに挑戦していただきますということで、すげえな。そして25日火曜日、カプコンの宣伝マン橋本さんとモンスターハンタークロス大逆転裁判のプロデューサー小島さんが登場します。11月28日発売のモンスターハンタークロス、さらに9月10日発売アイルデラックスを貴重な映像とともに徹底公開します。こちらゲーマー必見でございます。僕も気になります。クロスってやってたけど、これ完全 X だった。違う方だった。それ、そうそう、違う違う。26日水曜日、日本で一番黒い男、松崎しげるさんがニコラジ初登場でございます。猫ちゃんもいないよ。そうですね、猫ちゃんもね、隣にね、ちょっと座らせたよね。うん、呼ぼうよこれ。9月6日にはデビュー45周年を記念して、黒フェス白黒歌合戦を開催しました。します。名曲愛のメモリーの生歌披露に向け絶賛交渉中でございます。はい。そして27日木曜日、月1レギュラー、ふうさん、2学期に向けて憂鬱になっている皆さんへ恒例お悩み相談室を開催しちゃいます。さらに現在ニコニコ本社で大盛況開催中のニコ袋フェスタ2015夏ファイナルへ向けて今後の目玉し企画を紹介していただきます。そして次、28日金曜日、ガールズバンドルリアンさんが登場します。2013年11月に結成し、一から楽器を始めた彼女たち、今年に入りついにメジャーデビューが決定するなど、新時代を担うガールズバンドの魅力に迫ります。なんか珍しいね、決まってるってね。そうですね。本当に、そして31日月曜日、
アルスマグナが超重大発表をしたわけで登場します。アルスマグナはね、武道館も発表したばかりということで、まださらに超絶重大発表があるということで、それを聞けるということでございます。その他ニコラジの詳しい情報などは公式ウェブサイトなりをチェックしてください。よろしくお願いします。やりきったね。やりきった。やりきった。全部やりきった。で、なんかできるもんだね。ありがとうございます。うん。俺もいなくてもいいんじゃない。帰ろっか。違う。なんか。あと？本当ですか。うん。花があるね。あの花の周りの雑草が今抜けた感じだからさ。間にあった。そう。綺麗に間引きしちゃったから。ダメですよ。今綺麗な状態。今一生懸命走っていったんだから。ヨーナ走っていったから。はい。というわけで。新幹線だな。あ、なんかお知らせいいですかね。お知らせなんかある？僕から行きましょうか。うん。いや、僕のお知らせいきたいと思います。お願いします。1、今ゴストラジフーガというね、あのこちらパルコの建物の上の7階にあります、うん、違うか、あ、このパルコの建物に、いろんなところに貼ってありますので、ポスター、うん、ゴストラジフーガさんとのコラボですね、合図全員でやっておりますので、皆さんチェックしてみてください、うん、そして明日また、まあ、イベントがあります。合図で出ます。サタデーホリックボリューム9、はい、出ます。出るらしいです。3番、町会議長野県上田市のにまた合図ですね。また合図で参戦しますということで、皆さんよろしくお願いいたします。そうか、長野一緒か。俺もね、長野出るから。あ、一緒。そうまたバタバタバタまたこの時間になるとやばいやばいって思いながら、こう進行早く巻いて巻いて巻いてって最後お疲れですってパーンってる。そっか、そうだね、頑張ろう。そういうこと。俺違う呼びになる。違うのか。違う、はい、なります。はい、というわけで、そうですね。あとはポーロ氏は何かお知らせ。ござらんよ。ござらんか。ござらんよ。そしてあとリョーランからのお知らせがあります。うん。リョーラン毎週土曜日の深夜0時、24時からお送りしている JFN の FM ラジオとニコ動連動番組、ワクテカの枠、リョーランさんがやってますので、皆さんチェックしてください。うん、係長とのやつな。うん、そう。うん。あとはこれかな。あ、じゃあ最後にエンディング恒例のこちら、お今日の1枚です。ポーロさんよろしく。ではポーロ氏お願いします。誰もいない。誰もいない。あ、出るんだ。出るんだ。おお、今日の絵はすごいね、ポーロさんね。あれ大丈夫なのかな、左上のやつな。アホか君はって思いっきり1ページ丸々抜いてるけど大丈夫。俺のび太くんみたいに。のび太くんみたいに。そう。あの世代のさ、流行りの絵柄で再現したみたいな。タッチがね。そう。はい、というわけでありがとうございます。というわけで、それではニコラジはまた来週。サクッと終わらすな。なんかないんだ。もうなんか時間だいぶ過ぎてるからさ。そっか、じゃあまたな、さっくり終わろうか。でもなんかここの位置楽しいからまた。あ、ね、もう金曜、じゃあここでいいじゃん。うん、なんかしれっと朝から座ってたら。ネームプレートね、リョーランっていうのここに置こうよ、もうね。あ、いいじゃん、これ逆なんだよね。うん、逆にしていいじゃん。もう花、もうメインは花に添えるべきだ。雑草はもういいんだよ。雑草絶対、もう、まあ、リョーラン本当にへこむぜ、あいつ。はい、というわけで、今日もありがとうございました。ニコラジア、また来週ということで、はい、お相手はリョータポアロでした。あと、リョーラン、まあ、リョーランです。ありがとうございました。バイバーイ。完全にいないものの存在になってリョーラン頑張ってきてね。頑張ってな、今どこいるかわからんけど。リョーラン頑張ってね。